こんにちは、カルダネイダ10万円勝負です。今日は2022年の7月12日を1時間ほど過ぎていますけども、見ていきたいと思います。現在のエイドコインの値段は、ついに、来てますね。60円を切ってしまいました。59.58 円ということです。これ日足なんですけどね、ずっとこの、ここ80円ぐらい行ってます。この60円から65円、あるいは70円の間でずっと来てるんですよね。でこれが5月の、上旬ぐらいからでしたね。これ今冷やしてちょうど5月の頭ぐらいから見えてて、今もうちょっと伸ばすと、ここが5月なんですけど、で5月ね。でもこの辺り1回下がってずっと、でこれ何回も下行きそうでね、50円台ちょっとつけるとかそのぐらいで止まってずっとここに張ってるんですけど、ちょっとねそろそろここに来ちゃうとね、下に抜けちゃいそうだなと思っちゃいますよね。ずっと抜けずにこう来てるんですけど、ちょっと今、ツイッター見てると悲観的な声が多くなってきて、ついに抜けちゃうんじゃないかみたいな感じが多いですね。ではツイッター見ていきます。マーヤン兵長さん、カルダネイダ、GMO 取引所現物取引の取扱銘柄追加に関するお知らせ、7月13日定期メンテナンス後より取引所現物取引にてカルダのエイダメーカー代、チェーンリンクの4銘柄の取扱いを開始いたしますということですね。最近はもう板取引ですらね、なんかもう普通じゃないかっていうぐらいになってきてますけど、非常に嬉しいですね。やっぱ国内で板取引ができる、売買できるというのは非常に嬉しいなと思います。ありがとうございます。無縁さん、これはすごいことになりますね。このプラグインを介して700万の企業がカルダナのエイダ支払いを利用できるようになりました。記事ですが、コーティのネットワークチームが共有しているように、カルダナのエイダ支払いは現在700万以上の企業が利用できます。これはオードの中中規模企業に向け開始されたコーティのプロジェクトカタリストチャレンジの一環として開始されたエイダペイプラグインとして実現しました。オードオンデマンドオープンオブジェクトは、新興企業から大企業まで700万以上のユーザーがいるビジネスアプリケーション向けのオープンソースソリューションです。ブログで説明したように、 ADA Pay ゲートウェイソリューションは ADA を対象にもたらすための基本的なステップの一つです。カルダナのブロックチェーン上に構築された企業向け ADA 支払いシステムは、加盟店が迅速な決済で ADA 支払いをオプションとして受け入れるのに役立ちます。カルダナのプロジェクトカタリストチャレンジへの貢献として、コティはいくつかのチームを招き、さまざまな電子取引プラットフォームに統合する準備ができている ADA Pay プラグインソリューションを作成しましたと。そしてフリントウォレットが iOS、Android で利用可能と。共有された最近のアップデートによると、最初の Web 拡張機能であるフリントウォレットには iOS と Android の両方アプリがあり、ユーザーは Web 上で携帯電話をすることができます。ユーザーがカルダナのブロックチェーン上での資産を管理及び送信できるようにするフリントウォレットは、アルゴランド、ソラナ、イーサリアムなどのブロックチェーンの総合運用性も備えて構築されていますと。カルダナのエコシステムは成長を目の当たりにし続けています。現在1029のプロジェクトがカタリストで構築されており、90のプロジェクトがカルダノで最近開始されています。 NFT プロジェクトの数は5868で、カルダナのネイティブトークンは540万です。しかし ADA は ADA 価格は下落したままです。コインマーケットキャップによると、発表時点で ADA は 4.72% 下落して 0.43 ドルで取引されていましたと。ただこの小康状態でクジラ蓄積し続けており、ADAは20時間で、クジラ4000頭の中で、小売さんトップ10にランクされていますということです。期待してますということでしょうね。この、コティのシステムですかね、これで700万人が、使えるようになるということですので、楽しみにしたいと思います。愛さん、レボリューション NFTs、 何らかのサービスを1年単位で契約したとします。そのうち数ヶ月しか利用しない場合、結果的に損になるということが考えられます。そういう場合、その権利を他の人に NFT として売却できるサービスがあるようですと。それが NFT と、 NFT じゃなかった、 Netflix と、Spotify ですかね。でこちらに、ちなみに今一度 NFT を買うと生涯無料で Netflix や Spotify が楽しめる限定 NFT を購入できるようです。日本で使えるかどうかはまだ未調査ですが、興味のある方は一度ウェブページをご覧くださいということで、見てみますとですね、こちらが、あと17時間でこのウェブショップがローンチするということですので、その後に入れると思うんですけど、ここにCNFT って書いてあるんですよね。
はい、あれは、ね、NFT メーカーオプシンと書いてあるんですけど、要は体の使えるということでしょうね。はい、なので、下の方に行くと、ここですね、はい、Buy on Ethereum、Buy on Cardano ということで、こちらにありますので、このCardanoを使って支払いができて、NFT を買うというと、サブスクというか、もう、まあ、ちょっとどれくらい の、ね、あのサービスが受けられるか分かりませんけども、Netflix と Spotify を、視聴できるということではないかと思います。で、ちょっと覗いていったんですけど、ヨーロッパ住民に限るみたいなのがちょっと書いてあったので、ちょっとね、ちょっと気をつけていただければと思います。はい、セバスチャンさんですね。ニューヘアカットカムズ、ニューロックアズウェルということで、セバスチャンさんがね、ヘアカットしてこんな感じになってますし、スーツをね、着てる姿なんてちょっと初めて見たような気がしますが、こちらで何を言っているかというと、はい、新しいヘアカットも新しい画家になりました。その後ですね、体の DC スパーク、ミルコミダについてコミュニティの他のメンバーと、これ、ASCIIJP エディターズと話をするのに時間を費やしましたということで、ASCIIっていう会社の日本のエディターと、要するに取材を受けたということだと思うんですね。ファンド8からのカタリスト提案の成功を通じて、このような会議を可能にしてくれた、フレッド田中さんという方でしたかね。はい、こういうマスコミに強いという方で、新聞とかね、そこに体のどん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 アピールしていくぞということで、このカタリストファンド8に、申請していた件の一環だと思います。はい、でこちらに見えるのがフレッドさんなのかちょっと分かんないですけど、今の、セバスチャンさんとユータさんとグニさんかな。それであとここら辺のお二人がアスキーの方なんですかね。はい、で多分ここ見るとアスキーって書いてあるのかな。はいはい、このアスキー JP エディターさんっていうのはこのアスキーっていう会社ですね。昔からなんかコンピューターの本っていうとアスキーっていう感じが、するんですけど、この雑誌まだ売ってるんですね。はい、これに乗るのかななんて、乗ると書いてないですけどね。はい、これに乗って体に乗ってくれるとまた、体のことをね、知る人が増えるということで素晴らしいですね。はい、ちょっと関係ないですけど、ブルームバーグ、スリーアローズの創業者ら、所在不明シンガポール事務所もぬけの殻と、米連邦破産法の適用を申請した仮想通貨ヘッジファンドのスリーアローズキャピタルは生産プロセスに協力しておらず、8日現在で創業者らの所在を不明になっていることが裁判所の文書で明らかになった。こちらの担当者らはスリーアローズの創業者のカイル、上司ら有意な協力を得ていないと米破産裁判所に弁護士らが文書を提出した。受験会社のネテネオがスリーアローズの資産整理と保全に取り組んでいるということで、ちょっとなんかごたごたしてるみたいですね。はい、ただまあ、こういう、まあ、相場もあって本当にごたごたするので、まあ、新しいことやったりで、ちょっとリスクの大きい投資は避けた方がいいのかなと、まあ、今更ですけどね、はい、ちょっと注意したいと思います。はい、では値段に戻りまして 59.56 円ですね。はい、14,129×59.56 で元本が10万円ですので、計算しますと、734,608円のプラスということになりまして、はい、734% のプラスということですね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。